トフェリンギだ、マトフェリンギだ、スタバにいます。これからまたドリアンファームのチャレンジ第2弾として、今日はね、ちょっと聞こえにくいかも。バオシェンファームスタバ、バオシェンドリアンって言ったかもしれないけど、そこの、ドリアンファームに行きます。そこの特徴は、なんだろう、ホテルがゲストハウスみたいなのがあって、ちょっと特徴としてはそのゲストハウスが付いてて、さらになんかプールも付いてるみたいな、そういったところに、ドリアンファームも一緒にあるっていうところで、ちょっと特殊なところです。そこにこれから行きます。で、その前に途中でスタバに寄って水分補給をしています。ではでは、アイスベンチのウィッグとノーファーこの朝今スティープンって言った、スティープンって言った、スティープンって言ったじゃん。早くね、いいよって言ったから、もうそれでいいね。スティープンの代表だよ、お父さん。これからスティープンにしたわ。あ、それそうじゃない？Hi. Yes, I have a reservation from 12 o'clock. Hiro? Yeah. Oh, okay, there. Okay. So that's sweeter? Yeah, it's some sweeter. Mm-hmm. Okay. Wow. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.18だった。なんか14とか言ったら次の15ってなって、バンコン合ってないようなもん。味はしてますか？硬いよ、硬い硬い、結構硬い。私この手袋裏が重い、両方ベタベタ。全然違う。めっちゃ硬い。味も全然違う。甘い。メロン？メロンっぽいのかな。あんちゃんご飯食べる？確かに弾力ある。種に近づくとメロンにならない。メロンっぽい感じがする。前話してたんですけど、こう一番最初に食った人ってこのビジュアルからどうやって食べようと思ったのかな。多分ね、あの自分たちも言いました。言いました。最初に食った人すごいな。あ、あとジャックフルーツ。ジャックフルーツ、ジャックフルーツなんかもうワンピースの悪魔の目みたいな。確かによく食べたな。ケールから車で連れてきてもらったんですよ。でそのドライバーさんにドリアン食べるかって言われて、
食べたことないドリアうまいのって聞いたら、ちょっとそんな人がすごい穏やかに喋ってたのに、そのドリアの話だったら急に人が変わってそう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 、いいかドリアもなみたいな、すげえ熱くなっちゃって、すごい喋り始めたんだよねで語り始めたのドリア、語り始めちゃって、うん、あこれちょっとまずいスイッチ押したな、そう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 、スイッチ押しちゃったねってねでも臭いんでしょみたいなことなんか言ったんだよねあまたそれなんか煽るよそう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 それであの嫌いだったら嫌いのままでいてくれていいって、なんか自分の取り分がそれだけ増えるからどういうものなんだろうと思って聞いただけだよ、そう、そこでちょっとトラウマになったんだよ、うん、ドリアってそんな軽々しく食べていいものなんじゃないのかなと思ってドリアンペーストしてんだね。真空パックだ。口感绝弦。来，来，来，来。啊？ミキ。もう終わりってことだね、それは。終わりだね。犬が。すごいね、これ。すごいね。うん、これはすごいな。集合写真撮ってる。気になる集合写真。うん、こっちの方がなんかあれだね、観光客っぽいっていうか、っぽいね、いろんなとこから来てる感じがするね、うん、そうだね、あっちはさもっとローカルっぽかったね、ローカルっぽかった、観光っぽくないっていうか、うんうん、ローカルの人たちが美味しいドリアンを食べに来るっていう、うん、あ、これだ、あすごいプールだ、畳って書いてあるね、畳って書いてあるね、ああ、綺麗っぽい、うん、そうだね、綺麗っぽいね、うん、畳って、ああ、ここ結構滑る、あ、砂で、はい、でも、綺麗だな、なんかデラックスルームとかそういうのもあるらしいんだ、いね、なんかいいじゃない、ね、いいね、良さげだよ、良さげだね、なんかバリのそうなのホテルみたいな、わかんないけど、わかんないけどでもあれすごい綺麗ですよね、へえ、でドリアン食べてとか、あデラックスビラって書いてあ、これなんだ、これがデラックスビラなんだうわーすごい、すげー、うわうわ、ジャングルじゃん、ジャングルだね、すごいな、あこれ塩辛トンボじゃない、塩辛トンボ、うん、あどっか飛んでた、すげえな、一体今どこにいるんだこれは、すごいな、あそこもないんじゃないの、ないよ、日陰に、なんか熱中症になった、熱中症の下から人が来た、本当だ、あるんだ、あるんだね、道がね、行くのかい、あれ、自分は行かない、そして思いっきりそこで休んでるこれがバオシェンドリアンです、すげえな、いやーこれはちょっと車剥がれるんじゃないのかな、すっごい、すっごいアクセル踏んでましたよ、ベタ踏みですか、あまだベタ踏みもギリギリぐらいすごい
すごい。すげえ。もうドライブ入ってないかと思った。あ、これうちじゃない。え、バナナがある。ココナッツジュースなんだ、ココナッツ多いっすね。あそこにでも服が売ってるのが意味が分かんない。別にペナン T シャツでもないでもない。ちょっと普通の普通の T シャツ、うん、特にこの服エリアって有名みたいじゃないですか。マレーシアとかタイとか、うんうんうん、他聞かないですよね。聞かないですよね。台湾のドリアンって聞かないですね。台湾あるみたいですよ。すごい高いみたいです。すごい高いんですよ。だから食べれない。あ、そうなんですか。食べないとは言ってます。あ、わかんないですか。出るとは思うんだけど、